ただ立っているだけでは無意味だ。あんたに祝福あれだ。あんたの歩く先々で地面が見事だ。随分役立ってくれたな。ほら、報酬だ。ドラゴンズリーチを満喫するといい。レッドレギオン、あなたのために行う。あなたは入っているから。ああ、はい、はい。人間としてさえ。だが、その血の呼ぶ声が今も聞こえるんだ。我々は皆そう見ない顔だな。今すぐに？うん。ちょっと顔を確かめてやれ。ああ。俺に向かって攻撃してみろ。腕を見てやる。心配するな。ちゃんと受け止めるから。イスミールにかけて、絶対に生きては返さない。いい腕をしてるな。悪くない。次はもう少し手強いぞ。スコールとアイラにはよくからかわれるが、いい連中だよ。彼らは常に最善を尽くすよう求めてくる。試してみよう。新顔は歓迎だよ。たまに退屈するからな。ずっといてくれることを願うよ。辛い人生になるかもしれないからな。絵はここだ。疲れてるんならベッドで休んでくれ。ヒグマがいつも部屋を掃除してくれる。よし、あんたはここの一員だ。他の連中もあんたに会いたがってる。仕事が欲しければ俺かアイラに会いに来るといい。名前を売ればスコールやビルカスからも仕事が回ってくるかもしれない。頑張れよ。同胞団はあんたを歓迎する。ところで、もし手持ち無沙汰なんだったら、ある手紙によると、ホワイトラン要塞で屈強な奴が必要だって話だ。どうして争ってるかは知らないが、こちらには関係のないことだ。あんたにはあの青二歳を脅し、言うことを聞かせてもらいたい。ただそれだけだ。死んだがどうかなんて聞きたくない。わかったか？なら始めろ。ところで、もし手持ち無沙汰なんだったら、来るまでは私が一番信じている。そもそもスコールがあなたを入れた理由も分かりませんね。コツを教えてあげるわ。ええ、自分を守るには一番です。お前が同胞団の一行にいたのを見た。お前はドラゴンボーンと呼ばれるものだな。そして遅かった。お前の嘘はもう人々の心に根付いてしまった。となればお前の心臓をえぐり出し、彼らの心の過ちを暴き出してやるまでだ、詐欺師め。ミラーク教が現れた時、皆が知るだろう。何人たりとも彼の復活は止められない。そろそろ死ね。ミラークの我に死ねよ。お前に勝ち目はない。Thank you.
遅かった。となればお前の心臓をえぐり出し、彼らの心の過ちを暴き出してやるまでだ。ミラーク教が現れた時、皆が知るだろう。何人たりとも彼の復活は止められない。そろそろ死ね。あの元に血を流すがいい。どの要塞にでも乗せてくよ。どこに行きたい？さあ来い、出発しよう。ウィンドヘルムには一度も？スカイリム最古の都だという説もあってね。古くて立派な宮殿はイスグラモル自ら建てたとも。俺だって奴らに感謝なんかしていない。ソルスセムへ行く手段を探しているのなら話を聞いていたのか？あそこへ戻るつもりはないぞ。いいか、お前の問題には同情するが、自分の身を守らねばならん。危険を冒すつもりはない。うん、人は所詮生計を立てねばならん。わかった、すぐに出航しよう。着いたぞ。ここがレイブンロックだ。再び訪れて嬉しいとは言えないが、幸運を祈る。この辺りで何が起きてるか分かるかもしれないな。じゃあ何かあったのか心配したぞ。じゃあそれは、すぐ後ろにいる。どうぞ行ってください。
また戦いが始まった。やれ、さあ死ね。バルに呪われろ。十分だ。私はモグルルの部下だ。不満があるなら彼に直接言え。傭兵のテルドリン・セロだ。金さえ払えばお前と一緒に戦おう。モローウィンドで最強の剣士が味方につくのだぞ。しかるべき金額を払えばな。では出発だ。それで出発が早まるなら喜んで。先に、次はどうする？すぐ後を追う。当然、それでも支払いは必要だ。ゴールドがある時に戻ってこい。最高の武器と防具だ。クレシウスに鶴橋を返さないと。私がついているよ。何を持ちましょうか。先に行ってくれ。なんだ。支払わなければメーデンは。よし、出航だ。